じゃあちょっと鈴木さんから新刊トークの口火を切っていただいて、ご挨拶いただければと思います。はい。鈴木チャンネルだ。今日皆さん土曜日のね、夕方に来ていただいてありがとうございます。ね、生中継、自宅から放送しております。そうですね、もうご存知だと思うんですけども、はい、2冊目になる私本なんですけども、カラーグレーディングトレーニングベーシックという本を、書きました。つきました。これです。結構厚みがあって、ものになると結構テンションが上がるという。で、最近電子もね、すごく多いんですけども、今回は本当に本という形がいいなという出来になっております。で、まあ、内容はちょっと後で PDF を、なんかね、なんですか、共有しながらちょっとお見せしようかなと思うんですけども、おかげさまでというか、今回ベーシック編ができ、で、この後また最後にもいいんですけど、10月に、このアドバンスの編も同じようなボリュームで出ますので、ぜひぜひそっちの方もね、手に取っていただければと思います。じゃあ、改めまして、鈴木祐介でございます。本日ね、6月24日土曜日です。ちょうど6日後ですね、6月30日に、本が発売になります。で、今日その内容も少しご紹介しながら、スペシャルゲスト、用意して、それにいるんですけども、後でご紹介しつつ、お話、ちょっとトークをね、したいなと思ってます。いつもなんか人前であまり喋れないんですけども、必ずもうこれからの時代必要とされる人間なので、多分皆さん今日のトークなんか多分絶対楽しんでもらえると思っております。じゃあまず早速なんですけども、内容を少し、まあ、ご説明したいなと思っております。宣伝です。待ってくださいね。はい、お願いします。はい、これ本の PDF バージョンなんですけども、今回ダウンロードが、まず素材がダウンロードできます。割と当たり前だと思うんですけども、50カット近くダウンロード素材があります。22ギガかな。で、今回ダヴィンチリゾルブのスタジオ、有償版と無償版の方でもちゃんと使えるように、無償版だと読めないコーデックは全部プロレスとかに変換しているので、無償版使われている方もこれで学ぶことができますので、ぜひ使ってみてください。でですね、結構ボリューム256ページぐらいありまして、かなりの内容になってます。で、今回は、まあ、ベーシック編なんですけども、意外とそのベーシックをちゃんと説明している文献というか本がなくてですね、ダヴィンチリゾルブの方、ブラックマジックデザインが出しているダヴィンチリゾルブの公式のマニュアル、2000ページぐらいあるやつとか、ね、まあ、一応あるんですけども、ちょっとそれだと読みづらいし、分かりにくい箇所もあるから、そこもちょっと、ちゃんとなんですか、重複化する部分もあるんですけども、一応、機能の説明を必ずしてます。この機能は何がやると何が動くか説明をした後に、このトレーニングという部分、じゃあ実際に今言った教えたことをやってみようよっていうところで、実際のフッテージを触っていただいて、まあ、試していくという形になってます。で、一応セカンダリー、プライマリー、セカンダリーまでみっちりやって、最後の方にですね、ノードの使い方、実は最後の最後までずっとシリアルノードでやってます。実はシリアルノードだけでも全然できるから、その上で知った上でチャプター4でノードの使い分けとトレーニングやっていただいて、まあ、最後にラットだったりとかリモートグレードとかちょっと便利な機能っていうのを紹介して、締めになってます。で、今回ですね、そのさっき言った、まあ、ダウンロードしたフッテージ、いろいろ私はレッドとか、ソニーの FX6 とか3とか、あとはフジフィルムのカメラとか、ブラックマジックデザインのポケットシネマカメラ、4K、6K、アーサミニとか、いろんな素材があります。それを全部ね、実際、自分が撮影した素材を提供しますので、それで変な話、練習してもらって、かつ自分がね、なんかこうやったらかっこいいのかなっていうふうに遊んでもらうこともできるようになってますので、ぜひぜひ、なんか素材で遊んでみてもらえればいいかなと思います。で、作品にね、いつも出てくる春野ちゃんのおかげで、彼女の素材がすごい多いんですけども、結構昔の素材が多いです。今とだいぶ変わってるので、それも楽しみに見ていただければなと。飛ばしてるっていうか、ちょっと難しめなのかもしれないですけども、カラースペースの話からスタートしてます。普通なんかいきなり、How to do で、なんかノードをね、使ってどうするとこうなんですけども、まずカラーグレーディングって何してる作業なのかっていう、何が起きてるのかっていうことを説明して、理解した上で、その上で機能説明になっていきます。で、今回このカラーのページだけにね、注力して書いてますので、カラーページのことは大体、これでも 80% ぐらいは、ね、まあ、さらってますかね。さらってる感じだと思います。だから最初に多分本出して、ダヴィンチ YRGB カラーマネージドとダヴィンチ YRGB の違いとか、ね、エーシスのこととか書いてないじゃないですか、普通本に。その辺も全部ちゃんと書いてスタートしてますので、結構面白いというか、勉強になるんじゃないかなと思います。そうですね。まあ、第一章がめちゃくちゃ勉強になりましたね。第一章がすごく
カラーマネージメントの話で進むってなかなかないと思うので、その上で何をやってるか分かった上でカラーページの概要を知り、で、あのノードエディターのことを知る。でいきなりほらパラレルだなんだってやっても分かんないから全部シリアルノードでいい。でなぜかっていうと、あの多分後で話出てくるかもしれないですけど、現役のバリバリのカラーリストの外人の先生なんですけども、どうしても全部シリアルノードだけで変なしやっちゃうとかできちゃう人がね実際いるので、まあ、シリアルノードでいいんじゃないかなというふうに思ってここでやってます。アドバンスト編は基本的にもっと激しいんで、これシンプルなモデルでやってます。一応説明も全部入っています。あとはね、スコープの見方がわからないとかあるので、スコープの見方とか、ちょっとそこに付随するあの知識、RGB と YUV の違いとか、そういったこともやってます。それが踏まえて、そこまで43ページ使ってますから。で、プライマリートレーニング、プライマリーグレーディングの実践トレーニングをやっていきます。要はプライマリーで最初にやるノーマライズに使ったりとかする、まあ、カラコレに使う機能っていうのを全部分かっていただいて、操作すると何がどうやって動くのかって細かく、もうめちゃくちゃスクリーンショットの量多いんですよ。書いて、実際それを動かしてみましょうっていうコーナーを繰り返しやっていきます。本当この繰り返し。何を動かすとどうするのか。輝度だけ動かすと色がどうやって変わるのかとか、そういったこともさらっています、ね。なので結構なボリュームは全部説明したからなんですけども、ありますね。サイドとカラーブーストの違いとか、まあ、あの知ってる情報はあるかもしれないですけど、実際さそれを文脈で読んでみると、あ、なるほど、こうして使うとなんかこういうことできるのかってことが多分出てくると思います。で、今回多分あのかっこいい絵を作るっていうことが目的ではなくて、まあ、カラーコレクションをまず行うっていうことにちょっと注力してます。っていうのが、要は、撮ってきた絵を普通に良くするっていうよりも、なんかここをもっとこうしたらいいのになとかっていうのを直していくっていう。まあ、なんですか、実際僕が困った、例えばやつは、この今、クリップ17って書いてある、この右上のケーキの絵なんですけども、ものすごくこれでしか撮ることができない状況で、これをケーキ汚いって言われたんで、きれいにするっていう方法だったりとか。これを、例えばダヴィンチで言うと、なんかのプライマリーカラーバーを触ることを知っていたら、こうやって直せたんだっていうことが、後から分かったりとか。実際そういった機能を知ってることで自分の仕事に役立てることができるっていうのが実際の素材だから、どうしてもなんかチュートリアル系だとなんかすごくいい素材とかでやるからどうやっても良くなる。でも実際その現場で困ってしまった素材とかがまあ使ってるので、まあ結構そういう意味では参考になるんじゃないかなというふうに思っています。いろんなことができると思います。ノイズリダクションのこととかいろいろ書いてますね。で、あとはこの後セカンダリーに行くんですけども、で最近入った HDR ホイールとか、あとカラーワーパーのこととか、ローコントロールの話もね、入ってます。ね、で、まあ、現像データの保存とかも含めて。で、セカンダリー入って、ここからまあね、HSL カーブだったりとか、クオリファイアのこととか、カラーカーブとか、何使うと何が動くのかっていうのも全部細かく書いてますので、まあ、勉強になるんじゃないかなと思います。感じなので、まあ、もうすぐ届くから。で、面白いから買ってください。はい、頑張ったもん、今回。すごく頑張った。で、パーソナルトレーニングね、受けてくれてた人たちのやつもね、ちゃんと考えて、内容を刷新したりとか、ちゃんとあの変えてますので、フッテージも変えたりとか、その時に教えた時に自分がまだ理解が弱かったところとかも、ちょっとパワーアップしたりとかして、ちゃんと文言として書いてますので、ぜひちょっと手に取っていただければなんて思っております。